あれ、このステップ何でしたっけ、この丸いの。この丸いのは、今までのステップの帰りに使って、だから同じ14ミリで、それがステップなんです。ステップのステっていうか、それにそれをつけてたんですよ。その赤く塗ってもらった。はいはいはい、これをつける。うん、あ、そうそう、はいはいはい。あ、俺すげえ勘違いしてたけど、うん、これの、はいはい、ここにつけんすよね、じゃあ。そうそう。丸い方に。うん、こっち、俺ここの上にゴムが乗っかんのかと思ってたんだけど。いやいや、あ、違うの。こう、動く部分で。あ、はいはい。そんでそこに割りピンが入るんですよ。あ、さっき言ってた。はいはいはい。うん、すみません、椅子乗ります乗り下げる、いやどうでしょう、乗った方がいいのか。ただ飛ぶとこっちに着いたら終わりなの。あ、じゃあ乗んないでいいですよ。加工するものじゃないですか。うん、固着がね、嫌なだけで固着してましたね。これが19、うん、19ぐらい。本締めないとね。あ、タイヤついた。で、樹立するはずですよね。です。これは。はい。マスケット。マフラーの多分マスケット。これはじゃあこういってください。きれいにしないとロック解除できない。グリスついて
このピッチすげえ細かいっすね。サイメネジですね、うん、微妙な調整できるようにでしょ、うん、なかなか入ってこないもんね。収まりましたね。これでまだガタあるんですよ、さっき。手で締めたら。ここでこれ使った。ああ、これもスパナ。これでもね、回んない。限界。ダメ。全開で、これ一番でかいやつ持ってきたけど。あれ確かちゃんと閉まってなくて手で緩んだんですよね。でもこの今のこの状態だと緩い。あ、治った。治った。あ、ちょっとあるな。何ミリだろうこれ。ずれだ、ずれてるわけじゃないでしょ。もうベアリングが収まってるんでしょ。うん、もうちょい締めたいな。あ、からジョシュが手渡す。このとこが塗装剥がれて、うん、ちょっと凝ってますよね。ああ、いいでしょ。うん。いい感じになりました。トップブリッジできつかったんだね。かじってはいないでしょ、うん、途中からもうかなり硬いんですよね、うん、下タップ切った方がいいかな。
してかない？うん。なんだろう。そっちだけ？うん、こっちは大丈夫ですね。ネジ変えてみますか、最後。そうしてみますか。これをこっちに入れて、ダメだったら、うん、ネジ山、やばいってことですよね、下の。そんなぶっとり立ってないな、うちに。硬いな。塗装かな。え？塗装が乗ってんのかな。